ことで、スケビリウォーズ87話を見ていこう！イエーイ！アップグレードトライタイタン参上！どうも、スケビリトイレ系 YouTuber のファンです！さあ、本日もスケビリトイレのファンメイドの中でも1、2を争うほどの人気、スケビリウォーズ見ていきたいんやけれども、今回の87話、もうサムネ見ただけでやばそうやん？なんかアップグレードトライタイタンがもう真っ赤に染まっとんで。で、前回の簡単なおさらいとしては、ネクロマンサースケビリトイレと、アップグレードインベンタースケビリトイレ。まあ、通称オッサースケビリトイレって呼んでんねんけど、この二人が G1 スケビリトイレを取り返しに、カメラマンたちのま、研究所みたいなところに乗り込んできたわけよ。で、そこで救世主のように登場したのが、アップグレードタイタンテレビマン！いや、ようやくの登場やったんやけれども、まあ、今日もね、楽しんでみんなで見ていきましょう。今、チャンネル登録者10万人目指してるので、スケビリトイレが好きな方は、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。お願いごか！さあ、始まりました！さあ、どうなる？おお、G1 や！捕らえられて、えらいなんかも、痩せ細ってもうて、なんかかわいそうになってきた。なんかいろいろこう解剖してるんかな？えぐいやん。あー、出た、プランジャーテレビマンね。はい。デストロイサブジェクト。まあ、なんか破壊やからちょっと解剖とかって意味かな？解剖か、みたいな。ほうほうほう。おー、なに？おい、出たこれはインベータートイレと一緒にいたやつや。え、こんなでかかったんや。こいつも、二足歩行トイレ？名前何もこれ、人間トイレ？もうわからん。え、やばいやん、G マン。え？おうおうおう、捨てた。おうおうおう、え、こんな簡単に持っていかれんの？え？え？刺さったよ、これ。どうなんの？ん？おお、かっこいい！おい、いけいけすぎやろ。え、でも G マンは持っていかれちゃったやん。やれ言うてるけどさ。もう、持っていかれてるやん。え？あかんやん。はい、ついに何や。まあ、なんか皇帝様が喜んでくれるってことか。おー、せやな、言ってるわ。二人仲良く会話しよんね。はい、そう、これがね、アップグレードタイタンテレビマン。めっちゃかっこいいね。はい、もう相手にもならへん。トイレ人間。はい、売ってる。さあ。うっ！空赤なってきてる！これはトライタイタンや。あ、避難、逃げた。え、な、あ、ここ立ち去れ言うてるわ。まだ、お前の力が必要や、みたいな。あ、船にすぐ戻れ、みんな、言うてんで。えぐい。ちょっと。いや、待って、ええ、捕らえたいんだ。こんな化け物みたいやった？めちゃめちゃ怖いやん。うわ、なんか暴走してる？何これ？え、ちょっとおぞましい姿なってない？うわ、え？ちょっと、え、胸になんか書いてんだよ、あれ何？アンスタブル？え、なんか不安定みたいなことかな？え？え、ちょっと待って！これもしかしてあれ？自我を失いかけてるみたいなこと？どうなんの？ということで、これからどうなっていくの？ちょっとトライタイタン偉いことなってたんやけど、船に書かれてたのもう一回調べ直したんやけど、やっぱりあれアンステーブルっていう、まあ不安定と情緒不安定とかに使われる言葉やから、もしかしたらトライタイタンのアップグレードに不具合があったんかな？自我を失いかけてるというか、今暴走しそうなってたやんな。予想外やねんけど、ちょっとね、また動画1から見ながらね、いろいろと今回の動画の感想、考察話していきましょう。動画始まって、はい、もうここよ、いきなり、G1スケビリトイレ、なんかもう、顔よぼよぼだっておじいちゃんみたいになってモテる。めっちゃかわいそうやん。さすがにこれは G1 側に感情移入しちゃうんやけど、一応これはもうね、実験として解剖されてるって感じかな。うわ、なんかかわいそう。安らかに眠ってる。かわいそう。はい、で、こっからね。はい。プランジャーテレビマンが来ると。これは何を指さしたんやろ。まあ一応、まあこれデストロイサブジェクトな。解剖か、みたいなことかな。はい。で、カメラで撮ってんのよな。はい。
で、これ来た、これよ、ちょ、これ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 。このキャラこんなでかかったやな。で、こいつら名前わからんかってんけど、さっき動画の中でインベンタートイレが、クローンっていう呼び方してたから、もしかしたら名前はなく、クローンっていう呼び方でいいんかな。まあ、人間トイレと名付けときましょう。はい。で、これでね、ウコイズを掴まれて、この後、ポン入れないの、これ。はい、これね。で、ジーマー持ってかれちゃうと。あ、うわ、すごい。もうすぐ、はい、で、これな、すっぽん飛んでくんのよ。これさ、プランチャーテレビマンなんでもっと早くジーマンの方行かんかったんやろな。はい、で、バーン爆発して、これかっこいいね。いやー、言って。で、バッシャ、これは、これ、このシーン、紳士やねー。はい、ただ、ジーマンは結局持ってかれちゃうと、いうことやね。はい、で、ついに皇帝様が喜んでくれることを成し遂げたぞって言うてんねんな。で、ふむふむ言うて。はいはいはい。で、これでね、もう相手にもならへんと。はい、もうこれかっこええな。アップグレードタイタンテレビマン。いいね、背中にはな、ラージテレビマンのあれついてて。はい、で、これでね、バンバン撃つけども、はい、こっからよ。こっから、ネクロマンサーね、これがね。はい、こっから。えぐいよ、これ。これやっぱ危険を察知してあれかな？消えたんかな？はい、来るよ来るよ来るよ。はい、で、これもそ、はい、で、これはい、戻れってな。はい、船に、ドローン船に戻れ言うてんねんけど、これ音消えてのこれよ。ちょっと、えぐいってこれ。これ、それはトライソルジャーたちもなるやろ。あーって。えぐないこれ。で、まずちょっと一回ここで止めるで。はい、これで、出てくるわけよ。これ、ちょっとビジュアル怖すぎん？これ、やっぱりアップグレードが失敗したんかな？カメラマン軍的には、もうトライタイタンを戦場へ送り出すことが最優先やったから、アップグレードする上での性能みたいなのは二の次やったんかな？それが結果こういう暴走みたいな形に繋がっちゃったかな？はい、で、このまま見てみましょう。えぐい。いや、これ、それはもうびっくりやろ。インベンタースケビリトリもな。はい、で、これでも大暴れよ。これ、えぐい、えぐい、えぐい。これも、で、アンスタブルって書いてあるな。やばいよ、これ、多分ちょっとまだ自我は残ってるような感じすんのよ。ほら、これ、これ、ほら、こう、多分頭振ってんのも、いや、正気を取り戻せ、みたいなことなのかな。多分、で、俺は、どうなっちまったんだ、みたいな。やばい、俺の自我が、このままじゃ失われてしまうっていう感じ。ということで、いかがでしたでしょうか？で、さっき一個言い忘れたんやけど、うちね、これ動画見てる中で、ジーマンが乗ってる船が壊されたんかなって最初思ったんやけど、よう見たらジーマンが乗ってる船の方は、ちゃんとこう事前に他のところに逃げていってるから、まあこれ、ジーマントイレはまだ生きてるっていうことやね。さあ、次はこの暴走者トライタイタンとインベータースケビリトイレが戦うんかな。まあ戦ったとしても、アップグレードトライタイタンの力が今結構もう無双モードで強なってるから、なんかインベータートイレも一撃で倒されそうな気がするんやけれどもね。またね、次動画が出次第すぐに実況動画出していきたいと思いますので、最後まで見てくださった皆様ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録してね。